こんにちは、今日はですね、ダイソーさんのシフォンケーキのカラフルジュレが3玉まだあるので、これを使っていきたいと思うんですけれども、前の動画はこのシフォンケーキのレインボーっていうね、あのパステルカラーのかわいい、なんかほんわかしたカラーの段染めの糸をレインボーっていうので、友達の子供ちゃんにポシェットを作ったんですけれども、これでカラフルジュレがあと3玉ね、買ってるのがあるので、もう在庫にしたくないので使っていこうと思います。これはカラーナンバー152で、下に925カラフルジュレって書いてます。これですね、これを使っていきたいと思います。3玉使えるかどうかちょっとまだわからないですけれども、一応ですね、円底でネット編みのエコバッグにもなれるような、なれないかまだ作ってみないと分かんないですけど、何かね、糸とかも入れて持ち歩けるような、そういう感じのバッグにしよう、ネットバッグにしようかなと思うんですけれども、一応今円底を編みました。6号針で6目スタートで12段編んでます。円の編み方は簡単に説明している動画がありますので、リンクをですね、概要欄の方にと貼っておきたいと思いますので、よかったら見てください。で、6目スタートで12段編んで、ここからネット編みをしていきたいんですけど、まず鎖編み1目で立ち上げて、同じところに細編みをします。で、細編みの頭にマーカーをつけますね。で、ここから鎖編みを1、2、3、4、5をしたら、次の目から1、2飛ばして3目目に細編み。また1、2、3、4、5を鎖編みをしたら、次の目から1、2飛ばして3目目に細編み。これをですね、ずっと一周繰り返していきたいと思います。1、2、3、4、5をしたら、次の目から1、2飛ばして3目目に細編み。これを最後まで一周繰り返していきます。はい、最後の方まで編んできましたので、これ最後ですね。最後は鎖編みを1にしてから、この最初の細編みの頭に長編みをします。ここですね、ここに長編みで、またここからですね、鎖編み5目で立ち上げて、まず1回鎖編みをして、ここに細編みをします。そしてまたここにつけておきますね。そしたらまた1、2、3、4、5こうしたら、次のこの山に細編み。また1、2、3、4、5したら、また次のこの山に細編み。これをずっとまた今2段目ですね、繰り返していきたいと思います。最後まであと1回だけですね、繰り返していきたいと思います。はい、2段目最後の方まで来たので、また最後はですね、鎖編み1、2で立ち上げて、1、2鎖編みをして、この最初の細編みの頭に長編み。そしてまたここからですね、鎖編み1目で立ち上げて、同じところに細編みをしてから、そしてまたマーカーをつけて、また同じようにずっとね、今の編み方の繰り返しで何段かずっと編んでいきたいんですけれども、もうここも繰り返しなので、どのくらいの高さかな、3玉あと2玉と少しあるので、高さ少し出ると思うんですけど、ちょっとね、またいいぐらいの高さになったら、何段編みましたってですね、ご報告したいと思います。ここは飛ばしますけれども、これの今の編み方の繰り返しでいきたいと思います。ここは飛ばしますね。はい、
ネット編みをですね、20、ちょっとこれ向こう置いときましょう。25段編んできました。で今ここですね、ここが編み始めで、今からですね、この山、このネット編みのこの山というか、これですね、これを4等分にしたいので、ここが今編み始めなので、最初が72目あったんですよね。そして最初の目に細編みをして、鎖編みを5回して2目飛ばして3目目に細編みを繰り返したじゃないですか。なのでこれが、このネットのこの部分がですね、この空いている部分が24あるんですよね。この空いている部分、ここがですね24あります。それで24を4で割って、6つずつですね、このマーカーをつけました。今ここが編み始めのこの山ですね。だからここから1、2、3、4、5、6ですね。で次はこの次のこの山、ここにマーカーをつけて、ここから1、2、3、4、5、6ですね。で次はここね、この空いてるところにマーカーをつけて、ここから1、2、3、4、5、6で、また次この山ですね、ここに、ここからマーカーをつけてるところから1、2、3、4、5、6ですね。でここ一番最初のこのマーカーのところになるので、6、6、6、6に分けて、今ここが編み始めなので、まあこんな感じにしてですね、こんな感じにして、こう三角に、こう4つ三角を作りたいんですよね。そしてその三角の、上からこう持ち手をこうつけるような感じのイメージなんですけど、その三角を、細編みでしようと思ったんですけど、どうも糸が多分細編みでしたら足りなくなるような気がするので、もしかしたら足りるかもしれないけど、足りなかった時のことを考えて、結構使うと思うんですよね、細編みでするのは。なのでこのままもうネット編みで、こう、あ、ごめんなさい、今動きましたね、すいません、ネット編みでこう減らしていくような、そういう感じで編んでいきたいと思います。なんでここが今編み始めなので、ここからですね、またもう、細編みはせずに、ここから鎖編みを1、2、3、4、5してから、次の山に細編み、そしてこのマーカーを外して、このマーカーは外して、今ここ1回したので、ここに分かりやすいようにマーカーをつけておきますね。ここにね、これが今一番最初にした鎖編み5目ですね。ここにマーカーをつけます。そしたらまた鎖1、2、3、4、5したら、次の山に細編み、ここはネット編みずっと同じなんですけど、ちょっと飛ばさずにいきたいと思います。また鎖1、2、3、4、5したら、また次の山に細編み、ここが最後になります。だから次の三角はここから始まるので、このマーカーのこの手前のこの空いてるところが最後になるので、まず鎖1、2、3、4、5したら、次の山に細編みで、この最後のところになったらですね、またネット編みで本体編んだ時みたいに、鎖編みを1回2回してから、この最後の山に長編み、こうですね、こんな感じで今6つあったこの山が今5つになりました。1、2、3、4、5、そういうふうにこう減らしていきたいんですよね。なのでここからまた、まず鎖編み1回してから、くるんと裏返してですね、
今鎖編み1回したので、ここは鎖編みを1、2、3、4回します。もう立ち上げとか何もしないで、そして次のこの山に細編みで、今ここが今こっちから一番最初にしたので、こっちのこの山にマーカーをつけておきます。分かりやすいようにここにつけておきます。そしたらまた鎖を1、2、3、4、5をしたら、次の山ここですね、ここに細編みで、今ここにマーカーをつけたのは一番最初に編んだこの山につけてるので、これが最後の山になります。なのでここまでまず鎖を1、2、3、4、5したら山に細編みで、マーカーのところの山になったらですね、次がマーカーのところの山になったら、ここが最後になるので、ここで最後になるので、鎖編みを1回2回してから、この最後このマーカーをつけているところに長編み、こんな感じです。そしたら今5個あった山が4つになりました。あ、糸足りたかな。あ、でももうこのままいきますね、4つになりました。なのでまた鎖編みを1回してから、ちょっと編みやすいようにぐるんと回してですね、で1回したので、2、3、4、5したらまた次の山に細編みで、このマーカーを外して、今一番最初に編んだこの山にマーカーをつけておきます。そしてまた鎖1、2、3、4、5をしたら次の山、そしたらここ最後マーカーつけてるところが最後の山なので、ここは鎖を1回2回してから、このマーカーがついているところに長編み、そしてまた1回鎖編みして、1回鎖編みするのちょっと編みにくいからするだけで、立ち上がりとかではないので、鎖編み1目に数えますね。で1回したので、2、3、4、5をしたらまた次の山に細編み、そしたらこのマーカーを外して、今最初に編んだこのここにこの山にマーカーをつけておきます。そしたらもうすぐここが、今ここに細編みしたんですけど、もうすぐここ次の目が最後の目というか、マーカーがついている目になるので、ここから鎖を1回2回してから、このマーカーがついているこの山の中に長編みですね。そしたら今2つになりました、目が。このマーカー外しますね。6つあった山が2つになりました。なのでもうここ最後なのでマーカーつけませんけど、あと1回ここにこう山を作りたいと思います。だから鎖編み1回してからぐるんと回して、もうここ最後の目なのでマーカーがついてるじゃないですか、次のこの山なので。今1回鎖編みをしたので、ここでもう一度鎖編みをして、このマーカーのついているところに長編みをします。これでちょっとマーカーも外しますけど、6個あった山が1つになりました。なのでこんな感じになります。ちょっと見えにくいけどこういう感じになります。これをまたこことこっち後ろ側も、このマーカーからこのマーカーの手前まで、でここはこのマーカーからここですね、6個目、1、2、3、4、5、6、分からなかったら、分かりにくかったらこの6目目というか6回目のこの山にもつけておいたら分かりやすいと思うんですけど、私はちょっと最初しかつけてなかったですけどね、この一番最初と
1、2、3、4、5、6、6目目につけてたら分かりやすいと思うんですけれども、こんな感じでね編んでいきたいと思うんですよ。だからこう今は編み始めだったので糸があったんですけれども、ここからは糸がないので、ここからね糸を引き抜いてというか、まあ、ちょっとしていきますね。ここがマーカーついてるから、ここからですね、ここから6目目、1、2、3、4、5、6、ここまでマーカーつけておきますね。またこれが最後の目ですね。6目あるのを1目にしていきたいので、またここからねこれを外して、この山からこの糸をですね引き抜いて、一度鎖編みをして、これを編みくるむように細編みを1回してから、そしてまた1、2、3、4、5、もうこれは後で糸始末しますね。編みくるんでも目立つので、で次の山に細編みで、また1、2、3、4、5で、また次の山に細編み、また1、2、3、4、5で次の山に細編み、マーカーの手前の山までやっていきますね。1、2、3、4、5、ここですね、手前のマーカーがついている手前の前の山まで鎖編みを5目して細編みをしていきます。そしたらここマーカー6目目ですね、6個目の山ですね、最後になるので、ここは鎖編み1、2してから、このマーカーがついているところに長編み、こんな感じですね。これは後で糸始末をします。そしてまた鎖編み1回してから、くるんと回して、今1目鎖編みをしたので2、3、4、5をしたら、また次の山に細編み、そしたらもうここ分かりやすいように最初の山にはマーカーをつけておきます。さっきと同じですね、これの繰り返しになります。マーカーをこうつけ直してた方が分かりやすいので、そういう風にしていきたいと思います。ここ最初ごめんなさい、つけてなかった、ちょっとマーカーの色がありました、ピンクが。ここですね、これ最初つけてればよかったんですけど、1個目の山ですね、こんな感じでね。でまたずっと編んでいきます。端っこまであと1回だけ編みますね。1、2、3、4、5をしたら次の山に細編み、また1、2、3、4、5をしたらマーカーの手前のここ山、ここには細編み、次がマーカーがついている山だったらここが最後になるので、鎖編みを1、2してから、このマーカーがついているところに長編み、こんな感じになります。今 4目だった、あ、ごめんなさい、最初6個山があったのが今4個になりました。だからさっきみたいに同じようにマーカーをつけ直しながら4箇所編んでいきたいと思います。はい、最後の方ですけれども、ですね、今ですね山が3つできたところです。で私やりにくい感じでしてましたけれども、ここで、鎖編み1目して、そしてくるっと回してとか言ってたけど、ここでもう 1、2、3、4、5 回して回した方がいいですね編みながら気づきました5回して、そしてここにぐるっと回して、次のここにね、次の山に細編みをした方がやりやすいです。すいません、今頃で、ここが最初編んだところなのでやっぱりつけておきます。そしたらもう次の山はここにマーカーがついているので、ここは最後なので鎖編み1回2回してから、この最後のマーカーがついているこの山に長編みをします。
でこれマーカー外してたらもう2つ山になるので、ここは鎖編みを1回2回してからですね。そしてくるっと回してこの次のマーカーの山に長編みですね。なんか編んでてなんか編みにくいとか思ってすいません、途中ですけれども、もう一度動画を回しています。そしてここに長編み、そして最後は1回鎖編みをしてから切りますね。そっちの方がしっかりするので、あ、ごめんなさい、これで切ります。これを4箇所作っていきたいと思います。ここは飛ばします。はい、4箇所編んで針で糸始末をしてきました。もうここら辺にこうギューッとこう入れる感じでですね、糸始末をしました。そしたらこんな感じになるので、ここの最後はちょっと細編みをしようかなとか思うんですけれども、まあ、どこでもいいですけど、この一番先端というかここにかぎ針を入れて一周細編みをしたいので、ここからまず引き抜いてから鎖編みを1回しますね。そして同じところに細編みを1回して最初の細編みの頭にマーカーをつけておきます。そして一つのこの空いてるところに3目ずつ入れようと思うんですけど、今一つ入れたので2、3で、ここも編みくるみながらこの間にも1、2、3、次のここ空いてるところにも1、2、3、こんな感じですね。でずっとこのこここう V になっているところまで行きますね。1、2、3、ここが V になっているところなので、ここですね。なのでここまで1、2、3したら、まあ、ここに最初にマーカーをつけていた方が良かったのかな、途中になりますけど、この谷間というかここにマーカーつけときますね。こっち側もここですね、ここにマーカーをつけておきます。そしてここは減らし目をし、減らし目じゃない、ですね、何目一度っていうのかな、とりあえず鎖、この中に、ここが真ん中ですから、この中にまず1回2回してから、そしてここにですね、もう一度未完成の細編みを1回入れます。そしてこの間ですね、今つけてたこの間にも未完成の細編みを1回入れます。でまた次のこの空いてるところ、ここにも未完成の細編みを入れて、この4本を一緒に引き抜いてから、そしてこの中に2回細編みを入れます。1回、2回、こんな感じでしたいと思います。あとは全部3目ずつ1、2、3、裏側のこの V の真ん中のところまでいきたいと思います。このですね、この三角のこの焦点というか、ここには同じところに6目入れます。この一番上、この三角の一番上のこの穴の中には 1、2、3、4、5、6 ですね。あとはずっと同じ3目ずつ細編みを、谷間のところまで、谷間というかこう V になったところ、さっきマーカーをつけたところまで3目ずつ入れていきます。はい、途中ですけれども、さっき前と後ろのこのね谷間のところ、こっちしかつけてなかったけど、この横にも
この谷間があるので、ここですね、この部位にここにもつけておきますね。こっち側もですね、4箇所ありますよね。こうした時に4つ三角を作ったので、ここもこんな感じで、ここですね、ここに4箇所、ごめんなさい、マーカーをつけておきます。だからちょうど今2回目のこの V のところに来たので、ここだけまたね、 V のところはこういう感じで編もうと思うので、ここだけちょっと動画を回したいと思います。ここが V のところの真ん中なので、こうした時にですね、こう V になってると思ってくださいね。ここが真ん中なので、本当はここに3目入れたいんですけれども、ここに来たらまず鎖を細編みを2回入れてから、次の3目目は未完成の細編みを1回します。そしてこのマーカーをつけているところ、この細編みの頭ですね、ここにも未完成の細編みを1回します。で、次のこの空いているところにも1回未完成の細編みをします。そしてこの4目を引き抜きます。そしてこの残っているこっちに2目細編みを入れます。そしてまた次からは3目ずつ細編みをずっと入れていって、頂点というか三角のとんがったところ、一番上のところには同じところに6目入れて、もうここに来るので飛ばさずにしたいと思います。もう3目ずつずっと入れていって、3目ずつ入れて、ここが三角の一番こう尖ったところ、一つの山のところになるので、ここには6目入れます。1、2、3、4、5、6目。そしたらまたここからは3目ずつ、1、2、3で、ずっとね3目ずつ入れていきます。で、ここまでちょっと飛ばさずにいきますね。ここが V になっているところですね。次の V になっているところが4箇所あるので、そこだけ、ここはずっと3目ずつ細編みを入れていって、で、ここが V なので、こっちとこっちは2目しか細編みを入れずに、1回2回入れてから次は3回未完成の細編みを入れます。1回、そしてこのマーカーをつけている細編みのこの頭、ここですね、ここに1回、次のこの空いているところにも1回未完成の細編みを入れて4目引き抜いて、そしてここ空いてるこっち側に細編みを2回、これを繰り返します。なのでずっとね、最後まで繰り返していきたいと思います。はい、最後まで来ました。ここ最初細編みの頭にマーカーをつけているところ、ここを3回入れたので、この一番上のここですね、ここの真ん中から引き抜いて3目細編みをしたので、この中にもまた3目最後細編みを入れます。3目細編みを入れたら、この最初の細編みの頭に引き抜きます。こんな感じですね。ただここからこうね、持ち手をこう鎖編みで編んでいきたいんですけれども、何目か、どうしようかな、何目編むかはちょっと分かんないんですけど、一回鎖編みをして同じところに一度細編みをしておきます。そしてここから持ち手をですね、自分が好きな長さに編んでいきたいと思います。なので鎖編みでずっと編んでいくんですけど、3、4、5、これを自分が好きな長さまで編んでいきたいと思います。はい、肩からねかける感じでしたかったので、70目細編みをしてきました。細編みじゃない、鎖編みを。そしたらここ真ん中6目してるんですけれども、このね尖ったところ6目してるんですけど、
1、2、1、2、3、4目目の細編みの頭、ここですね、ここにまず細編みをしてからまた一周ですね、ずっと細編みをしていきたいと思います。こんな感じで目を拾ってですね、こうやって目を拾ってまた持ち手部分のところまで細編みをしていきます。こんな感じでここ飛ばしますね。はい、また持ち手をつけるこの尖ったこの三角のね山のとこまで来たので、ここ6目入れたので、この頭をまず1、2、3拾ったら、ここから何ですかね、持ち手部分を作っていきたいと思います。なのでここから鎖をまた70目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、70目作っていきます。はい、70目鎖編みを作ったら、次のこの山ですね、ここ持ち手つけるところに6目入ってて、1、2、3、4目目に引き抜きます。引き抜きますじゃなくて細編みを1回します。でまたここからずっと最後まで細編みをしていきます。最初に編んだマーカーをつけた細編みの頭にマーカーをつけたところまで、またずっとねこの細編みをしていきます。はい、最後まで来たので、ここでまたこの最初の細編みの頭に引き抜いてからもうここが最後っていうので、もう一度鎖編みをして同じところに細編みをしておきます。そしてこれね、マーカーつけておきます。ここが最後です。最初ぐるっと編んできた時にここが最後っていう目印ですね。そしてこの鎖編みを拾って、持ち手部分ですね、この鎖編みを拾って細編みをずっとしていきます。ここちょっと私苦手なので遅いので飛ばしますけれども、この鎖編みをの目を拾って70目あるので、ずっとね細編みを、ちょっとめちゃくちゃ遅いんですけど、すいませんここがねすごく苦手なんですよね、私本当に。こういう風にこうですねこれを70目細編みをしていきます。はい、持ち手部分ですけれども70目拾ってきました。そしたらもうここだけですけれども、いつものようにここ70目拾ったら、次ここではなくてこのここですね、ここにも細編みがあるので、ここにここからまた細編みをずっとしていきます。ここですね、こんな感じでずっと、もうあとは同じなので最後まで飛ばしますけれども、こんな感じで細編みをしていきます。そしたらね、今こういう風になってますけれども、ここは飛ばして最後までいきたいと思います。はい、最後まで編んできましたので、この最初に編んだ細編みの頭に引き抜きます。ここですね、あ、ごめんなさい、もう一個忘れてた。ここに最後ここ編んで、一目忘れてました、ここを一目編んでから最初の細編みの頭に引き抜きます。そして糸を切って糸始末をしていきたいと思います。はい、針に糸を通したので、これをですね、糸始末を裏側にしていきたいんですけれども、最初ですね、麻紐を買ったじゃないですか、赤い麻紐、赤とベージュ、それでなんかバッグ、カゴバッグみたいな感じのバッグを編もうかなとか思ったんですけれども、これねシフォンケーキがね可愛いので3玉買い足したじゃないですか見ていただいた方ね分かってくれると思うんですけれども、買い足したので、これでもねちょっとせっかくシフォンケーキのレインボー2玉使ってしまったので、もうこれもね使ってしまおうかなとか思ってこれも使ってます。ここね糸始末をずっとして仕上げたいと思います。はい、糸始末をしてこんな感じのね可愛らしいですね色の
そこはこう普通に細編みしてますけど、こんな感じですね。でももうベローンってなると思うんですよ、もう荷物を入れたら。でもこれはこれでね、可愛いなとか思って、おうち布も何もつけずに、なんか透明のクリアポーチ、クリアな、なんていうのかな、ビニールポーチとか入れてこう見せる感じでも可愛いかなとか思います。すごいね、なんか長細い感じのネットバッグなんですけれども、伸びると思うんですけど、これサイズ測ったらですね、もう平置きというかぺったんこで、ぺったんこ状態で、高さが33センチで、幅がですね、こうしてみて、幅が27センチぐらいですね。なんかすごくね、色がすごい可愛いんで、可愛いですよ。何でも入ると思うんですけど、大きいから。でもあんまりね、重いとベヨーンってなるけど、まあそれはそれで、ネットバッグだから、ネット編みのバッグだから、可愛いんじゃないかなと私は思います。はい、ちょっとですね、全体が見えるように、ちょっと高くしてみましたけれども、見えないですけど、こんな感じですね。こんな感じです。すごいね、可愛い。ネット編みのバッグができました。可愛くないですか？色がね、すごく可愛いんですよね。これは、シフォンケーキのカラフルジュレ。これですね。これを3玉使って、このくらい余りました。これもね、前にも使った巾着とか、ポシェットの余りも少しずつあるので、これもまた、ね、お花とか、そういうのに編んでいきたいなと思います。少しね、残りましたけれども、やっぱりでもここ、三角のところ、細編みしたら、きっと、足りなかったかなとか思います。ちょっと長細い感じの、このネットバッグですけど、すごい色が可愛いので、横長でもいいと思うんですね。横長っていうか、私はこの縦長にしましたけど、こう 横がこう広くてちょっと短めのでも可愛いなとは思うんですけれども、一応肩からこう絡うような感じでしたかったので、ちょっと今回は珍しく長めにしてみました。まあこんな感じですよね。こんな感じです。可愛いです。どうでしょうか。円底なので、円底って言ってもきっとね、荷物入れたら伸びますけれども、ごめんなさい、ちょっと揺れたかな。でもすごい可愛いなとか思います。もうよかったらね、他の糸でも作ってみてください。エコバッグちょっとね、丸めたらこう分厚くなっちゃうんであれですけれども、エコバッグとかにも、なんかこうコンビニ行くのにこれだけ持って、これに財布入れていってあんまり重いもの入れるとね、伸びすぎちゃうので、ちょっとしたものならね、買い物行くときにお財布とキーケースとスマホぐらい入れて、で買い物とか行けるんじゃないかなと思います。でエコバッグにもなるんじゃないかと思います。はい、今日はカラフルジュレでエコバッグ、ネット編みのバッグを作ってみました。肩からね、かけられるような感じのバッグを作ってみました。今日ちょっと旦那さんがいるので声がちっちゃいですけれども、出来上がって完成してよかったと思います。今日も、最後までお付き合いいただきありがとうございました。また、ぜひ遊びに来てください。次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。